はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では第2話の方ですね、進んでいきたいと思います。おお、これは逆転裁判じゃないか。こいつらも戦闘に入るのか。これから私たちどうなっちゃうの。これは殿様とか姫様の撮影じゃなさそうだよ。マユちゃん、殿様とかってなんだっけ。すごい勢いで四方を壁で囲まれたし、それももう壊れちゃってるけど。てか逆転裁判はね、4からしかやってないんで。なるほど、龍一くんのこの姿はあんまりわかんないんですよね。追いつかれそうで怖いよ私。こんなところで待ち合わせなんかするんじゃなかった。おお、出てきた。絶対無理だろう。だって一般人だよこいつら。あっちに行け。なるほどくん、危ないよ。これ名前がわかんない、さっき出てたけど。このままじゃいつかやられる。お願い、誰でもいいから助けて。誰でもいいの。あれ、これはこれも鉄拳キャラじゃん。名前なんだっけ。平八だっけ。すごい。男だったらしっかりせい。なるほど龍一、そんなことでわしの弁護人が務まるか。わしの弁護人。お前何したんだ。何したんだっていうか、こいつ悪人だっけ。いかにもわしが三島平八よ。少し調べ物があってな。遅れたらこのざまよ。まさかまだ待っておったとはの。好きで待ってたんじゃないです。なるほどくん、途中で腰抜かしちゃって。はっ、大の男がだらしのない話よ。法廷では大丈夫なのだろうな。今回の件とわしの弁護、無関係ではないぞ。どういうことですか。迷いか。このカムロ町の騒ぎを起こしたのはあるウイルス兵器、タナトスと呼ばれるものじゃ。わしはそれを国内に持ち込んだ疑いをかけられておる。平八さんじゃないというのなら真犯人は分かっているのですか。弁護士の貴様に直接話すつもりだったが、どうやらそいつらにはめられたようじゃ。ほほう、そら真犯人が誰か聞かせてもらいたいの。誰。わしらのカムル町で。え、これ誰。これはあれじゃん、龍が如くの。なるほど先生、大丈夫かいな。法廷以外やとだらしないの。霊媒師の嬢ちゃんも無事やな。霊能力も喧嘩には向かへんか。ヤクザ屋さんだ。ヤクザ屋さんだよ。なるほどくん。あれ、でもこの人って。え、あのすいません、どちら様で。はあ、東条会直系真島組組長、島野の狂犬真島五郎か。真島さん。あ、以前東条会を巡る裁判の時に。せや、先生には助けてもろうたがな、わしの無実を証明してくれたやないか。裁判の内容はヒヤヒヤもんやったけどね。わしの弁護に余計な危機はいらんぞ。なるほど。お、あんた三島平八やないか。鉄拳王がこんなとこで何しとんねん。ふん、いろいろあってな。まあええわ、問題はさっきの話や。このカムロ町をこないにしたんは誰や。秘密結社シャドル、まず間違いあるまい。シャドル、なるほどくん知ってる。シャドルを知らないのか。直接扱ったことはないけど、凶悪犯罪の心理ではよく聞く名だよ。シャドル、なるほどの。ベガとかがいるのか。そうすると落とし前つけさせなあかんの。お前じゃ勝てないよ多分ここは。とはいえそれは後回しや。今はここを乗り切るのが先やな。そうじゃな、少し周りを片付けるとするか。とは言うても片木の先生と嬢ちゃんをかばいながらしんどいで。あ、お手数かけます。だらしないな。なるほどくんは意義ありってなぎ倒したりしてよ。そんな無茶な。あれ、誰か来るよ。やれやれ、ここもバイオ兵器の塊。ん、バイオ兵器のたまり場か。ジル、何かわかるかの。すでに出願済み、データにない。 BOW はほぼ間違いなくタナトスによるものよ。以前使われたウイルス T アビスによる BOW もいるということは、
誰かがこの町をウイルス兵器の実験場にしているということか。それにしてもこの壁は何なの？こんなものを急に用意できたとは思えないんだけど。こいつは隔離壁の試作タイプだ。敵に本土上陸を許した際のバリケードとして開発されたものらしい。備えあれば嬉しいなとは言うが、こんな使い方をすることになるとはの。誰も何も突っ込まないあそこにいるのは民間人。俺たちは政府のものだ。無事か？救助だ。救助が来てくれたよ。ほほう、神羅に BSAA か。なんや、さすがは鉄拳王、顔が広いの。知っとるんかいな、あの連中。バイオテロ対策部隊と超常現象を専門で扱う日本の政府機関よ。あの連中が出てくるということは、今回の件、根はかなり深そうじゃ。ふんふんふん。笑ってるよ。ピンチの時ほどふてぶてしく笑えと言うけど、これはピンチの質が違うかな。面白いことがあれば笑えばええね。ま、先生にも分かる時が来るやろ。おい、兄ちゃんたち、片木の先生たちを保護したってくれや。片木って、ぬしらは違うんかい。三島平八に武闘派の極道、一般人ではないだろうがな。ジャパニーズヤクザがどうしてこんなところに。あなたも早く避難しなさい。ここはわしらの町やで。わしが守らんで、どないせい中年。武器ならドスくらいは持っとる。こっちのおっさんは、まあ大丈夫やろ。ふふふ、この拳さえあれば十分よ。なら、後ろの二人はどうなんだ？いやいやいや、僕は無理ですよ。で、霊媒じゃ戦えないよ。そら、先生たちはチートばかし隠れといてんか。隠れるってどこにですか？いや、ここででもさ、別れるのもかなり怖いだろう。どっから敵が出てくるかわかんないからな。しかもマンホールの中に隠れんのかよ。臭そうだね。うん、化け物に食われるよりはマシだろう。足手まといじゃ、さっさと行け。仕方ないよ。なんだっけ、もう名前忘れちた。確かにこっちは化け物が少ない。行こう。おーっと、出てきたよ。キャー、迷い。うわー。あかん。タンクローリーの下におったんかい。なんてことだ。民間人か。おお、タンクローリーが爆発した。で、こんなさ、ちょびっとの爆発じゃ済まないだろ。タンクローリーだよ。なんだ？化け物が吹っ飛んだよ。なるほどくん。今のは拳銃？どっからじゃ？なんか、足らんなぁと思ったんや。化け物にヤクザに三島に、弁護士に特殊部隊、こんだけおってもカムロ町にはまだ足らん。あいつが、あの男がの。そうやろ、キリュウちゃん。あ、ちなみにね、龍が如くもやってないんで、わかんないっす。間に合ったようだな、真島の兄さん。ええとこ持って行きすぎやで、キリュウちゃん。そういうとこ変わらへんな。そういうつもりはないんだが、武器の調達に手間取った。そこの二人、今のうちに行くんだ。早く。すいません、迷いちゃん、行こう。うん。これ護衛一人くらいつけた方が絶対いいと思うけどね。民間人二人だけで逃がすのはかなり危険だろう。持てるだけ持ってきた。真島お兄さん、好きなやつを使ってくれ。こりゃごっついの。使わせてもらうで。アンチマテリアルライフル、あんなもの日本にあったのか。それにあの男は誰？ただものじゃないみたいだけど。キリュウというただの仇だ。そいつはなんだっけな、もうすぐ漢字が分かんなくなる。納得はできん。ただの一般人がそんなものを持っているはずがない。カムロ町には銃の改造職人ガン・スミスがいる。俺は借りてきただけだ。ガン・スミスだろ。まさか女二人組とかじゃないだろうな。それは後で調べればいい。だがあんたが何者かについては。キリュウ・カズマ、東条会四代目会長、かつて東道の竜と呼ばれた元極道よ。さすが元三島財閥当主様や、詳しいの。元は協調戦でいい。いつでも帰り咲けるわ。カムロ町には大切なものがいくつもある。黙って見ているわけにはいかねえんだ。
わかった。協力を願おう。いいの？これなんだっけ？アリス？アリスでいいのかな？民間人を巻き込んで。三島平八は民間人というより、三島平八じゃしの、それにヤクザは民間人というよりヤクザじゃ。よくわからんが、実戦経験はあるようだ。やるしかないな。また面白くなってきよった。腕が鳴るわい。まったくや。おもろいんは大好きやで。ほな、始めようか、キルちゃん。真島の兄さん、俺はまた戦っていいんだろうか。話聞いて、朝顔を飛び出してきちまった。だが俺には戦いと何がわかるで。せやけど、呼ばれたもんはしゃあないで。呼ばれた？カムロ町にな。この町はな、きっと助けを求めたんや、キリュウちゃんに。伝説の竜に。わかった。戦おう、今は。こいつらが、ああ、3人で組んだな。その男、竜が如く。残り10って結構敵いっぱいいるな。カスタマイズ。初期配置とかを変更できます。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。そうか、全部で3部隊か。ユニット配置。まあ一緒これで。BOW をとりあえずぶっ倒すか。ウーズ。シャオム、しくじったら、1000くらいだったらね、多分減らせられるっていうか。普通にこいつ防御力がないな。結果は頂上の至り。で、クリスは突っ込ませて、下の方とかにも敵がいるな。結構いっぱいいるな。どうしよう。なんかぶっ壊せたね今。これ殴れるぞ。ほら、なるほどね、そういうことか。あの導火線みたいなのを行くとどうなんだろう。自分がダメージ食らうっていうのは嫌だしな。来るか、反撃する。351。ほら、すげえなこいつら。素手で BOW に立ち向かってる。お、こいつらも来るな、反撃。遊びじゃ済まさへんで。倒せるときに倒す。火炎放射。くらえー。40残った。パンチで倒す。いつまで戦わなきゃ。2045。ダメージはめっちゃ出てんな。あー、こいつらガンガン来るな。うお、なんだこれ、やばくないか。敵が多いな、そんなことより。まああんまり強くはないけど。紅葉してきたぞ。行くぜ。おら、頂上の至り。レベル3。クリスとかいくつだっけ、レベル。私たち、ね、レベル2か。これ後ろ、こんなところで足止めはくくない。狙い撃ちで突貫するわ。砕け散れ。おら、排除するわ。とどめだ。ここからよ。これで決めるぞ。行くか。あー、結構ギリギリだったな。おーし、レベル3。一旦ちょっと上の方に合流しつつ行くか。こいつ何、次幽霊撃つ。こいつも BOW か。おら、燃えろ。三島平八を使ってないな。あ、もともとレベル3だこいつら。レベルだけだったらクリスとかより強いな。お、なんだ。
どうすっかな、防御しとくか。倒せるときに倒す、結構ダメージが食らうからな。おお、あれだ、こいつは弱いな。報告書が面倒な相手だった。結構近づいてきてる。やばいやばいやばい。しかもしっかりと後ろとか横取ってくるな。あー、防御力高い気がすんなこいつら。おー、レベル4。ただ XP とかもう 100% になってんな。って言ってもこの雑魚的で使うのはなんかもったいない気がするからな。まあこの攻撃で普通に倒せますからね。こいつはちょっとやばい気がするからな。少し逃げよう。まずは合流する。うわー、攻撃してくるか。357。アイテムは共有してるかな。了解。ここでちょっとん？こっちか。回復しよう。何回も使えるのかな。お、使った。2つ使ってしまった。わしが切り札。あ、これぶっ壊せる。オーラ、ここに爆弾があるな。あの爆弾行くと多分ヒットポイント減るからな。ほら、反撃しよう。仕留め損なったな。おら、おお、残ったか。一応攻撃は最後までやるんだねこれ。やっぱり報告書が面倒な。よし、これでまあ一旦あれば一体倒せますからね。一体ずつ確実に排除していこう。おら、行くぜ。来い、三島平八。いいね、255。っていうか技みたいなのも出たし。おお、レベル4。これは横から行くか。こいつら普通に強えな。一発で100前後渡るからな。4レベル。こいつは3だっけ、まだ。了解した。まあ、横から行くか。何をし、ここからよ。スナイパーライフ。召喚するわ。砕け散れ。やばいわね。やっ、とどめだ。終わったか。なんとかなる。もう一体倒せばレベルが4になりそうだな。あとは敵が3体か。防御して600か。敵はゆだ。やばいわね。やっ、とめ。でもボスキャラいないから技使っちゃってもいいのかな。でもな、突然ボスが出てきてもな、困るしな。余裕ぶっこきすぎて。よーし、レベル4。あ、射程が広い。こいつ横が取れるな。いくぜ。
うわーおで、こいつはね、減ってるからすぐ倒せると思うんですよね。おお、パワーはでも結構あったんだな。まあ、技を使いますか。何あれ、ロケットランチャーじゃないよね。電磁砲みたいなの持ち出した。おお、レベル5。こいつがボスキャラだったんだな。ロケットランチャー大爆破。オーケー。まあモンスターは多かったけどそんなに苦戦はしなかったっすねみんなマンホールに集まってんな。おーい先生、なるほど先生、ジョスのジョーちゃんも無事かいな。返事がないな。どこまで降りたんだ。真島の兄さん、このマンホール呪いのマンホールじゃないのか。呪いじゃと。ああ、仲間から聞いた話だ。カムロ町の都市伝説らしいんだが、あるマンホールの先には不思議な空間が広がっているという。そこでは平行感覚が失われ、通常では考えられないことが起こると。キリュウ、そのマンホールはどこに。劇場前通りだ。ここか。マジマ、なんちゅうとこに一般人を放り込んだんじゃ。しゃあないやろ、そんなん知らんかったんや。そんなマンホールがあんの。もう何をやってるの。隔離壁のせいで来れないんですからね、車両は。ん、姉ちゃん、その赤い服、うちの組織の装備か。いや、博士の浦島だ。ほほう、神羅に他にも人がおったとはな。当たり前です、現場が少数精鋭なだけなのね。これが、さてよ、みんな勇気1号に戻って早いところ対策を立てないと。今後の。そうもいかないのよ博士、ここに退避した民間人がいるの。ん、ちょい待て、向こうからゾロゾロなんか来るぞ。また BOW か。おお、いっぱいいる。マジでいっぱいいる。すげえいっぱいいる。なんて数だ。なんてこった、袋のネズミになっちまったってことか。ふう、慌てない慌てない、こういう時こそ私にいい手があるのよね。なんじゃ、こんなこともあろうかと秘密兵器でも用意しておるんか。地下に降りて向こうから出ればいいってこと。それじゃあレディーファースト。呪いのマンホールに飛び込んだドアホ姉ちゃん、そこは。そうか、博士はマンホールの話を知らなかったな。ふう、もう選択肢はないようだな。なるほど、たちを放っておくわけにもいくまい。わしの弁護をさせねばならんしの。やれやれ、呪いのマンホール、ただの都市伝説ならいいが。てかこれさ、はしごみたいなのもなくね、勝手に閉まったし。おお、ここはなんだ、呪いのマンホール、本当のことだったのか。シャオメ、ここはもしや。ふむ、間違いない、ここは魔界じゃな。魔界なんや、いい年して恥ずかしゅうないんか、魔界ってな。あ、どうやら冗談ではなさそうだが、本当なのか。渋谷、秋葉原、人の世とは異なる世界への入り口は存在するのね、結構。博士、無事だったか。ん、先に入った先生とジョーちゃんはおらんのかい。いないよね。あら、三島平八もいない。三島平八なら先に行ったようよ、走って。く、勝手なことを、俺たちも行くぞ。まったく、引率の先生をしとる気分じゃ。あれ、ここはなんだ、カラス天狗みたいなのがいんな。道路だ、1234車線。これで回収コンプリートってことです。ああ、シースちゃん、まだ喜ぶのは早くてよ、先は長いんだから。おお、そうでしたね。では次のポイントにレッツラゴー。このテンションの高さを見習わないといけないかもね。ところで、鎖がどこから来ているかは分かったのかしら。 I don't know、 現在調査中ですよ。ふう、じゃあしばらくは足で探すしかないってことね。おう、さや、そんな顔は似合いません。 Keep smile、 OK。 ああ、OK、OK。 では私、早速ひとっ走りです。今、季節何なの。こいつら、普通に結構薄着だけど。ツッコミ専門の人がいないと結構疲れる子ね。
人の気配。まあいいかしら、まだ始まったばかりだし焦っても仕方ないしね。これは誰だ。今の女、確かオーマとかいう組織の。これも鉄拳の、俺には関係ない。なんだ鉄拳の、なんだっけ。今は奴がいる世界に急がなければな。よし、第2話だからここか。お、カスタマイズ、技強化、スキル設定が解放されました。というところで、じゃあ第2話が終了したので、今回はここで、終わりにしたいと思います。